リアルに前日の、夕方以降みくるさんが電話あって、明日出れるっていう、あ、出れ、大丈夫ですみたいな急遽決定した、昨日決まったカード、コスバかハイメか、おー、決めた。コスバ亮太、朝倉みくるが代々木公園でスタートした。本当にこう身体能力お化けなんですよ。身体能力は多分誰にも負けない自信ありますし、スポーツでほとんど負けたことがなかったんですよね、今まで。その中で一番楽しいなって思ったのがバスケットだったんで、まあ、バスケプロになって、まあ、それで生活はしていたんですけど、出会いは、本当に代々木公園で、僕がオフシーズンにバスケしていて、じゃあたまたまみくるさんがいらっしゃって、めちゃくちゃ見破ってよくない？マジで？ちょっと俺も触ってようかな。これ UFC って戦えるレベルの素質が欲しい。自分の身体能力を、まあ、一番に、まあ、認めてくださったのがあれだと思うんですけど、やっぱ格闘技で日本一じゃないですか、みくるさんって。もうその人に声をかけてもらえることって多分人生で多分、まあ、ないと思うんですね。なんかこのチャンス逃したくないなと思って、まあ、最終的にみくるチャレンジに参加させてくださいっていう風に。やっぱそのアマチュアとか、それこそブレイキングダウンとかでいろいろ試合経験を積んで、でそこからヒロヤさんや西谷さんみたいに、まあいろいろディープでプロになったり、まあその上を目指していきたいなとは今思ってます。試合を하고왔습니다。プロ MMA 5分3ラウンド하고왔습니다。이겼습니다。距離取んない方がいい。強いですね。実力あれ半分ぐらいなんですよ。あ、そうですか。はい。나쁜말을해도되나？농구도못하니까여기로온거아닌가？バスケを、まあ、ある程度上り詰めたんで、なんか日本一になりたい。他の種目でやっぱ格闘技で日本一のこの環境に1年2年3年って練習させてもらえたら、自分はどんだけ成長するのかなっていう楽しみが一番。4三パスミか？あんまり。いや、めちゃめちゃ格上だと思ってます、自分の中では。怖さはまああんまりないですね。もう正直毎日練習してる人より強いかって言われたら、いやそんなことないんじゃないって思っちゃうんで。그사람이잘난거지제자가잘난건아니고아당연히 KO 내려고왔죠。とても強い選手でかっこいい選手で、そんな人とできるっていうのはすごい光栄なことだなって思いますし、もうチャレンジャー精神で自分がどこまで強くなっているのかっていうのをやっぱり戦ってる姿で示したいなとは思ってます。青コーナー182cm74.5kg、 韓国格闘技界の門番、ジョン・ジェイル。日韓対抗戦の続編。赤コーナー176cm72kg、 身体能力お化け、小島亮太。さあ、ピンチヒッターからレギュラーへ。贈呈されます。さらにデロス様に勝利賞が贈呈されます。さあ、秋山さん、はい、ジョン・ドゥエルか小島亮太か。前蹴りが入った。前に出ていく。怖がらず小島が行きます。いや、ここまでは大阪さん、小島お見事じゃないですか。いや、いいですね、怖がらずにね。あのジョン・ドゥエルがすごい下がっている。そうですね、
手数多いですね。ですね、当ててるのも小芝君の方がちゃんと当ててますね。そうですね、ここまでアタック数は9発。秋山さんはどう見てますか？いや、お、いい感じで殴り合ってますね、本当に。はい、さあ、ジョン・ジョエルが中心の方が前に出ていくことするか。リーチが長いのはジョン・ジョエル。ただ小島亮太が恐れず前に来る。ここはブレイキングダウン1分間の世界。さあ、全く止まることがありません。膠着することがない1分間。小島君はちゃんとジョン・ジョエル選手のパンチをガードしてるんですよ。ガードしてますか。はい、さあ、もらってないんですよ。あと10秒。このまま行くと小島亮太かジョン・ジョエル、逆転の一発はあるか。ソイニキに対しては左フックがありましたが、ここで1分終了しました。小芝亮太がアタック数19発。赤小芝、赤小芝、ドロー勝者小芝亮太。このブレイキングダウン発見後も見事勝利してみせました。日韓対抗戦で活躍をしたジョン・ジョエルを超えていったという小芝亮太でした。見事勝利しました小芝選手には、ザナ様よりゼータトークン7万円分とランド7万円相当が贈呈されます。やっぱり前出て、はい、やっぱりこのブレイキングダウンの今日はね、もう手数っていうことなんで、はい、そこをすごくこう体現してたなと思いますね。そうですね。そして皆さん、ほとんど格闘技経験がない中でこのパフォーマンス、小芝選手どうでした？いや、小芝選手めちゃくちゃすごかったですし、強かったですね。まずはじめに、このカードを組んでくださったあのブレイキングダウンの上の方々、ありがとうございます。そしてチャンスをくれたミクルさん、ありがとうございます。そしてリングに上がった瞬間、たくさん声かけてくださった、いつも練習してくださってる西谷さんや平谷さんや皆さん、本当にありがとうございます。で、そうですね、僕まだ格闘技2試合目で、こんなジョン・ジェイルさん、とても素晴らしい本当選手で、普通僕なんかが多分やってくださる相手じゃないと思うのに、やっぱこうやって組んでくれて、本当に僕自身もこの経験をしっかりこの先生かせるような選手になっていきたいと思いますので、今後とも応援の方よろしくお願いします。そしてジョン・ジェイルさん、韓国からわざわざ来ていただいて試合してくださって、体調がいろいろ試合の続きで大変だったと思うんですけど、無理言って試合組んでくださいました。そこのところも本当に感謝したいと思うし、本当にありがとうございました。またお願いします。朝からミクルボンカセ小芝亮太がジョン・ジェイルを見事に超えてみせました。